はい、皆さんどうもこんにちは、ハッチバッチです。そして新年明けましておめでとうございます。はい、さて、2023年新年一発目の動画はですね、これ、はい、ルイスレザーのねサイズ感の違いについて動画を撮ってみようかなと思っております。はい、まあ後ろに見えると思いますけども、私はルイスのサイズ違い、これ全部サイクロンなんですけど、を3つ所有しておりますので、まあ、これからルイス特に、サイクロンや同じサイズ感のね、ライトニングなんかをね、購入しようかな、なんてお考えの方に、参考になれば、なぁと思って、おります。はい。まあ、あと大前提として、まあ、ルイスレザーね、同じサイズでも個体差がね、結構あるんですよね。まあ、その辺も含めて、ご紹介できたらなぁと思います。はい。ちなみに私は身長が180センチで、体重が75キロぐらいかな。うん。で、距離が1メートル。1ドル1センチ、先ほど測りました。はい。裸でね。それから、袖丈がですね、だいたい60センチのね、ジャケットとかそういうものを着るとちょうどいい感じです。はい。ワイシャツだと、首周りが43センチで、雪丈が82センチのもの、LL サイズのものかな、をよく着用しております。はい。で、今回ですね、これ、ユナイテッドアスレの10オンスのトレーナーを着用してます。で、中にこう、グンゼの、ユニクロでいうヒートテックみたいなね、そういうのを着ております。で、これをちょっと中心に、着用していこうと思います。まず1着目いってみましょう。はい、まず1着目ですね。これ、マッコイズのね、別注のディアスキンのね、マスタードカラーのサイクロンで、これサイズがね、はい。42となっております。はい、42です。はい。マッコイズのね、別注は通常のルイスのサイズ感よりワンサイズ下で作られているので、まあ、実質40とお考えください。はい。してみましょうね。はい。よいしょ。で、この個体は肩幅が、下に数字出てると思いますけども、肩幅が46センチ、袖丈が61センチ、身幅が53センチ、着丈が62センチとなっております。こんな感じですかね。よいしょ、ちょっと前を締めてみましょうか。はい。よいしょ。まあ、こんな感じ。ちょっと上まで締めましょうか。よいしょ。はい、こんな感じとなっております。はい。横ね。後ろ。見えるかな？はい、こんな感じですね。はい。まあ、これは、この答えです。本当に、私の体でジャストサイズって言った感じで、まあ、綺麗なシルエットですね。まあ、革ジャンらしい、まあ、タイトフィットのね、感じです。はい。まあ、インナーには、まあ、このぐらいのスウェットがギリ、だと思いますね。うん。インナーダウンを着るとかとなると、ちょっと無理があるかなーっていう感じですね。で、まあ、この辺とかね、この辺はちょっと多少、窮屈というかね、張り感はあるんですけど、まあ、ライダースなんでタイトに着たいなんていう方とかね。あと、これディアスキンで結構伸びるので柔らかいので、まあ、これでも全然、ホースハイドとかだとちょっときつい。うん、ちょっとタイトかなーなんて思うんですけども、ディアスキンで、こう柔らかいのであれば、はい。いい感じですね。うん。で、真冬なんかに着るときどうしたらいいんだっていうと、私は、ですね、寒いなんて場合は、コートをね、着用するようにしております。はい。で、実際私がちょっとね、コートをちょっとね、ここにあるんで、ちょっと着用してみましょう。これは、ヘルノの、ダウンコートで M65 のフィシュテルパーカーをねデザインソースとしてるのかなと思います。はい、こういう感じでね、はい、かなり中のマスタードが差し色になってね、まあ、下デニムとかでも全然いいんですけど、これだとねちょっとフードもついてるんで、ね、マフラーなんか巻かなくても結構いい感じ。はい、これで、真冬なんかもね、全然問題ありません。はい。よいしょ。まあ、あとはね、まあ、春先になって暖かくなってきたら、もうトレーナーじゃなくてね、ロンティー、白いロンティーなんか着てね、あと前を開けて、ね、ざっくりこう着ていただければ、と思います。はい。とりあえず1着目はこんな感じですね。じゃあ次、2着目行ってみましょう。
はい、続いてはね、同じく、マッコイズ別注のディアスキンのネイビーのサイクロンで、これサイズがね、44ですね。はい。ちょっと着用してみましょうかね。まあ、先ほどと同じ理由により、通常のサイクロンの42インチとお考えいただければと思います。はい。こんな感じですか。それを閉めてみましょうか。よいしょ。こんな感じですね。はい。閉めてみましょうかね。きちっとね。よいしょ。はい、こんな感じ。横。で、後ろね。はい。こんな感じになってます。はい。で、この答えはですね、肩幅が47、袖丈が65、ちょっと長めですね。はい。それから、身幅が56センチ、着丈が62センチとなっております。はい。ここで、あれ?とお気づきの方になると、お気づきの方はかなり鋭い方ですね。はい。肩幅と着丈に関しては、先ほどのあのマスタードのこの、あの42のサイクロンと一緒なんですよね、ほぼね。うん。これは特にルイス、特にあの、マッコイズの別注によくあることで、個体差がね、ものすごいんですよね。なので、40と42のサイズ感の違いっていうのは、まあ、今回は、あの、身幅をね、見ていただければ、まあ、その辺に着目してね、いただけると助かります。はい。やはりマスタードの、先ほどのね、黄色いサイクロンと比べると、こちらのネイビーの方がゆとりがありますね。はい。着ていてね、すごい楽です。はい。あの、ちょっとね、袖だけ詰めようかなーなんて思ってるんですけど、そんなに気にはならないですかね。少し長いかなーっていう。うん。個人的にはこのネイビーのサイクロンのサイズ感と着用感が、まあ、3着の中で一番好きですね。うん。これは中にインナーダウンを着ても、着膨れすることなく、すっきり着用できます。ちょっとインナーダウンを着てみましょうか。よいしょ。はい、これインナーダウンですね。ちなみに、これ無印良品のインナーダウンを着用しています。これ薄くてね、非常にあったかいんで重宝しております。ちなみにね、普通はね、XL を着用するんですけども、今回はライダースのインナーの、専用ということでね、L にしました。あの、着丈をちょっと短くしたかったのと、そんなにね、こうダボダボでゆとりあって着る必要もないかなと思って。で、この上にちょっと着てみましょう。まあ、完全に着膨れしないかっていうと、まあ、そんなことはないんですけども、まあ、こんな感じですよね。そんなに、このダウン自体がものすごく薄いので、あとこう、押し付けられてね、こう、かなりね、キュッとなってくれるんで、はい。こんな感じですね。よいしょ。で、これ出ることもないので、こうね、手が、こんな感じですね。そんなね、はい。着膨れしてる感じはないですよね。うん。まあもちろんそのインナーダウンを外して上にさっきのコート着てももらってもいいですね。はい。ただこう、革ジャンを一番外に着たいっていう方は、うん。私の身長くらいだと、このぐらいの身幅。さっきのは53センチだったんですけど、これ56センチ。3センチぐらい多い、あの、ゆとりがあると、まあ着てて楽ですね、すごいね。あとこう、この辺。この辺がすごい楽ですね。さっきのマスターズはちょっとジャストフィットすぎて、これ以上は着込めないかなーなんてあったんですけど、これは着ててゆとりがありますね。はい。じゃあ次、最後のね、この黒いやつ、やってみたいと思います。はい、こちらですね。シープスキンの、レギュラーのサイクロンとなります。サイズがですね、はい。これは44です。はい、ここね、44。はい、じゃあ着てみましょう。結構ね、これ、私ちょっとダイエットして痩せたんですけど、痩せる前に作ったものなので、多少ね、ちょっとゆったり気味ですが、はい。こんな感じですかね。はい。
さっきのと比べて、袖丈もね、やっぱオーダーでやってるだけあって、きちっとしてますね。ただこれに関しては かなりアームホールがね、広いなーって感じしますね。はい。こんな感じです。はい。で、この答えですね、肩幅が46、袖丈が詰めたんで60、そして身幅が56、着丈が64となっております。はい。まあ、ここで再びね、ん?と思われる方がいらっしゃると思います。はい。肩幅と身幅と、着丈に関しては、通常のルイスの42と同数値でした。はい。先ほどのね、ネイビーのサイクロンとサイズ感がほぼ同じなので、まあ、42、なんでね、あれがね、ほぼね。まあ、この辺がルイスのいい加減さというか、なんというかね、味というか。はい。まあ、オーダーで作っても、まあ、こういう風な数値で出来上がって、まあ、私は特に、問題なく切れてるんですけど、まあ、ちょっと痩せたっていうのもありまして、問題なく切れてるんですけども、ただその、さっきも言った通り、その、アームホールはね、こう44のこうものかな、みたいな感じがしますね。この辺はかなりゆとりがあるので、はい。かなり厚手のものとか、中に、ニットセーターとか、その辺も多分着込めると思います、はい。まあ、ネイビーのね、サイクロンと同様なんで、インナーダウンもね、楽に着ることができます、はい。まあ、腕周りと、とかね、この辺が、こう、肩周りというんですか、それが、ネイビーのものよりも、かなり、ゆとりがある。これワンサイズ、上は 1.5 サイズかな。2サイズまではやらないですけど、1.5 サイズより上って感じですかね。はい。なので、これ以上大きくなると、今の私の体型ではちょっと、不格好とか、ダボダボな印象ですね。あとはもうこれにマフラーとかね、巻いたり、インナーダウン着なくても上にコートみたいなの貼ってもね、まあ、非常に、快適というか、なので、このシープスキンのサイクロンはね、割と真冬専用冬専用として愛用しておりますね。はい。はい。まあ、こうして見てみると、まあ、ルイスはですね、非常に個体差が大きい革ジャンです。はい。同じサイズ表記でも2、3センチなら平気で違います。はい。なので、オーダーするときはその辺も踏まえて、あまりにも違うサイズ感のジャケットが出来上がってきたら、作り直してもらうことを事前に交渉しといた方がいいと思います。はい。実際私も色移りやサイズ違いで2回もこれ作り直してもらいましたね。はい。で、個人的におすすめは、まあ、通販やお店で、まあ、自分に合う現物を買ってね、後でその革ジャン専門のお直しなんかにこう出すっていうのがこう確実なんじゃないかなと思います。その方が早いですしね。今ルイスを出しても多分半年以上は待たされると思うので、まあ、お直し代が惜しくないっていう方は、そっちの方がおすすめかな。うん。また、さっき私、この65センチのね、それだけが長い、サイクロン着てるんですけど、まあ、あんまりね、着てる人に気にならなくなっちゃうんですよね。で、結局は お直し代も時間もかからずに、済むなんてこともあるので、まあ、おすすめだと思います。はい。まあ、ただね、直営店や販売店に行っていろんなルイスを見てから決めたいという人は、それでそれで全然、問題ないと思いますね。はい。選んでる時間も、また、これ楽しいですからね。はい。あとね、現物を買う場合なんですけども、サイズ表記ではなくて、その個体の数値をね、ちゃんと把握しておく必要がありますね。もう3つね、それぞれ違ったようにね、普通の42、40、44とサイズ感とやっぱり表記が違いますから、はい。私はですね、こういったメジャーをね、常に持っております。はい。うん。これはね、3つで2000円ぐらいし、2000円しなかったかな、アマゾンで。はい。で、1個カバンの中に入れて、1個部屋に置いて、もう1個予備で持ってます。はい。こういうのをね、持ってね、測って、やると、うん、非常に、記録してね、数値を、覚えといて、やるなんていうのは、いいと思いますね。で、あと、お店に行って、実際に合う自分のジャケットを見つけて、それをちょっと測っとく。で、ちょっとメモったり、ちょっと控えとくと。で、その時にこういうのがあると、便利ですね。はい。あと、硬いメジャーじゃなくて、柔らかいね、メジャーの方がいいですね。はい。プラスチックのね、やつじゃなくて、布っていうかこう、ぐにゃぐにゃ曲がるやつの方がいいですね。はい。一応これ、概要欄の方に、貼っときますので、ご興味の方はね、ぜひご覧になってください。
はい、今回はね、ルイスレザーのサイズ感のね、比較について見てみました。かなり神経質に、細かく見てみました。はい。まあ、結局は個体差が大きいので、まあ、よく注意してくださいとしか言いようがないんですが、まあ、慣れてくると、うん、あまり細かいところは気にならなくなってきますので、まあ、サイズにも心にも、ある程度のね、ゆとりを持って選んでみてください。はい。皆さんのね、革ジャンライフが楽しいものであることを切に願って、この動画を締めさせていただきたいと思います。はい。あと、モチベーションアップのためにね、チャンネル登録とグッドボタンの方、何卒よろしくお願いいたします。はい。今回は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。以上です。バイバイ。